皆さんこんにちは、コスプレイヤーの五木あきらです。今日は、フェイスチューン2というアプリを使って写真の加工をしていきたいと思います。私なりの加工をお見せしたいと思います。それでは早速やっていきましょう。リタッチからやります。リタッチっていうのは、肌を基本的に綺麗にすることですね。直すっていうところで、これすごいアップにできるんですけど点々としたなんかよくわからない物体とかをこうやってこうなぞると消えるんですよ。こうやってね、これなんだろう、ラメかな、ラメとか消したり、ポツンでできちゃったニキビを消すだとか、あとほくろを消したい時とか、ちょっとここら辺じんましんできちゃったとかっていうなんかブツブツしたものを消すことができます。次は形を変えるっていうところを押して、画面を歪ませられる的な機能なんですけど、アキラがよくいじるところはウィッグをかぶっているので頭が大きく見えるんですね、リアルで見るよりも。であと写真って上と下が伸びるように作られてるものとかも結構多いので、それを直したくて、微調節ってものでこうやってキュッて、わかるかな、こうなんか移動できるんですよ、好きなところを好きなように。これで結構頭をね小さくしてます。ほらこんなに変わったこんなに違う。もうちょっと顔を丸くしたいですね、私は。ここら辺はね、ほんと微調節になるんで、こんな感じでいいかな。次は、顔っていうのやると、こうやってね、笑ったりできるんですよ。顔の幅を変えられたりとか、ここら辺はちょっと、いじんなくていいかな。目をね、うわ、怖っめっちゃウケる大きくできたりだとか、鼻をね大きくしたり小さくしたりすることもできます。アキラは結構その鼻と唇の間が広いと思ってるんですけど、それが気になるのでそれをちょっと狭めます。でもやりすぎない程度に、ほんの気持ちね、自分のテンション上がるぐらいの感じでやります。フェイスチューンでよく使う機能としては、このペイントっていう機能なんですけど、これで何ができるかっていうと、まず、顔アップにしてスポイトっていうね一番右のところを押します。でポンって押します。そしたらここの肌の色はこの色ですよっていうのを右端の四角いところで教えてくれるんですよ。だからほら色変わるでしょ、いろんなとこタップすると。これすごくないですか、これめっちゃすごいなと思って。ちょっと鼻の下ここ赤いの分かれます、これがすごい気になるのでここを消したいんですね。で、ちょっと周りの肌の色を合わせたいなーって時にスポイトでポンって押すとこの色って出るので、で、そのまま鼻トーンっていうところを押して、これ色の濃さとか選べるんですけど、ちょっとやっていきます。こうやって赤みをね、消したいところ、わかりますか、これすごくないですか。ここはね、消したいところを指でなぞって、あとは濃さをこうやって下のバーで調節できるんです。そう、これで消えました。結構まだちょっと気になるから、はい、こんな感じ。この機能とても優秀だと思います。色を合わせるのが大変なので、それが一瞬でできてしまうっていう画期的な優れものです。肌の色を明るくしたいなって時に
あえて自分の肌よりも明るいものを選んで、こうやって全体バーってやると、ほら肌明るくなるんですよ。次、肌トーンですね。肌トーンの隣のトーンってやつを選びます。そして右で、さっきの肌トーンとはまた全く色の濃さが違う、いろんな色が出てくるんですけど、これで何ができるかっていうと、チーク結構たくさん入れたのに写真で撮ると飛んでしまったなっていう時とかに便利だなと思ってて、ほらこうやってチークを自由に足すことができるんですよ。でこれも濃さ調節できるので、入れたいところをなぞってあとは濃さを調節するだけなんですね。ここになんか使いたい色ないなと思うときは、一番上のこの虹色のところを押すと、こうやって本当に自由自在に色が選べるので、これもう作れない色ないと思います。でこれでもちろんリップとかも色変えられるので、ほらこんな感じでいい感じ。なぞると濃くなっちゃうから、ポンポンポンって押すのもいいと思います。ポン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 、ちょっとまあ濃いけどこんな感じでって感じで、まあ、肌トーンでまたこれ直せるんで直すこともできるので、やりすぎたなって時は肌トーンで消すのもおすすめです。これ本当普通の化粧と一緒、チーク塗りすぎちゃったからちょっとファンデで隠そうみたいな、そんな感じで普通の化粧と変わらないから、はい、たくさんいろんなことができるアプリだと思うので、皆さんフェイスチューン2使ってみてください。コスプレイヤーのいつきあきらでした。バイバーイ。